大会社とその前にターゲットとかアメリカ政府も同じ問題があって、ウィキリークスは大変ですが、その技術的に面もあるし、その人間問題もあるし、ウィキリークスでアメリカ政府の特定機密の守り方は厳しいなのに、一人の20歳ぐらいの軍人がウィキリークスの全ての情報を出しました。それでその技術より人間の問題の方が厳しい問題だと思います。そうですね。政府の情報を使ったのは人間ですから、そこで何か大きな犯罪行為が行われたら、それを危険というか、相当危険というか、まさしく政策に立って、状況に持っているような、当日に情報化社会がそこまで来ているということだと思います。さあ、続いて中継ですね。はい、今年もこの時期がやってきました。岸和田だんじり祭りです。私のすぐ後ろにあるのは本物のだんじりです。この後ですね、だんじりのトリビアや祭りの見どころなどたっぷりお伝えしていきます。話してください、話してください。ふぅの宿泊料金を全額返金いたします。つまり